皆さん、こんにちは、天空です。私は自然が作る趣味からイメージして、さまざまな作品を作ります。今回は、こちらの作品になりますが、このできる過程を見ていただきます。町にある消火栓の屋根にできた赤いペンキが剥がれた趣味を写真に撮り、作品にしたものです。それでは、実際に作品ができる過程を見ていただければと思います。カメラを切り替えます。町にある消火栓の、屋根の部分を写真に撮ったものです。皆さんはこの消火栓、何に見えますか？これをですね、上下、反転させるとどうでしょうか？何かに見えませんか？私は、春の、桜が咲いているイメージを受けました。そして、この絵を、自分が最も美しいと思うアングルを作っていきます。ここの部分は光が当たっている部分ですので、それは補修して、ほぼ、作品のベースができます。これを、今私が使っているアドビのフォトショップで、補修していくわけですけども、まあ企業秘密のところもありますけども、まあ、大雑把なところで、その過程を説明します。まず最初にこれイメージに、まあ、これで色の置き換えができます。例えばここの赤の部分をちょっと今、ここの部分を例えばサイドを変えるとですねこんなですね、ようにまたこれをですね、色相を変えていくとですね、このように、その自分が選択した色を変えていくことができます。今回は、桜のイメージですからピンクを元にして、そしてその変えた色をですね、その共有範囲を変えることによって、また新たなですね、絵が作っていくことができます。まあ、このようにしてですね、色を変えながら自分の桜の持つイメージを出すことができます。まあ、ほぼほぼですね、まあ、こんな感じで、そのベースが出来上がります。でこれを作品にしたのがチェリーブロッサム、まあ桜ですね、まあ、桜が咲いたということで、作品になりました。いかがでしょうか？あの薄汚れたですね、消火栓のしみが、春の桜に変身しました。それでは、実際のですね、現物を見ていただくことにします。はい、これがですね、その現物になりますので、だいたい私の肩幅ぐらい、まあ、幅45センチあります。ちょうど玄関などにですね、遠くにはいい大きさだと思っております。はい、まあ、正式には、デジタル版画、世界に一つしかない趣味からできたオリジナル作品ですので、非常に価値が高いと思います。100枚限定で届けたいと思っておりますので、ぜひ興味のある方はご検討ください。以上でございます。